はい、どうもフランクです、今回もですね、転職貧乏の実態ということで、雑談していきます。で今回ですね、再びですね、合計で言うと3度目か、また役所の方からお便りが届いております。で今回ね、珍しくね、これです。白いんですよね。白髪のお便りです。でこれがですね、まあ、よくわからないけども、なんか、令和元年分の確定、なんか申告だかなんかの書類らしいです。去年、だっけな、まあ今までその、転職ばっかししてて、それプラスほら、ブラック企業とかそういうとこ行ってると、まあね、なかなかそういう年末調整とかそういうのとかあるじゃないですか。そういうのはできないわけですよ。会社側がね、まともにやってくれなかったりとかするんで、まあ、最終的に自分でなんか確定申告をすると。で、それをやってきたんですけど、多分その関係の書類かなと。で、これがですね、もう多分これ払ったから大丈夫だと思うんだけども、なんかわからないけど、なんかまたこの通知書っていうなんかものが届いてまして、これは何？払えってことなのかな？でもなんか、領収済みって書いてるから払ったはずだよね。でもなんか印鑑とかそういうの何もなくて、なんかよくわかんないけど、また怪しいものが届いております。で、その中に、なんか、紙がね、どっかにあったんだけど、これは年金の紙。ちょっとね、そう、これ詐欺げなくなんか口座を教えろみたいな感じのが来てるんですよ。で、申告だかなんかの種類がなんか白色って書いてあるんで、まあこれは問題ない書類だとは思うんですけど、これは納税には大変便利な振り替え納税っていうのかな。ぜひご利用くださいと。これさ、なんかさりげなく口座番号を教えろみたいな感じのね。で、なんか、ご指定の金融機関の、なんか、あれですね、その、要するに銀行とかからの、なんか、納税が、なんか、自動的に引き落としされるっていう、なんか、便利な制度とか書いてあるんですけど、これ、なんか、やっちゃったらすごい、なんか、やばいような気がするんですよね、今、現状。とりあえずなんかわかんないけど、なんか口座から引き落とした方がなんか楽だからっていう理由で、それをなんか作成できますみたいな感じの手紙が来てますね。で、その作成するのが、開設期間がなんか2月の17日月曜日から3月の16日月曜日までらしいです。で、その間で、土曜日、日曜日および2月の24日月曜日を除くなんかやつで8時30分から午後4時までになんか作れるらしい。でもよくよく考えたら、去年は確かに自分で確定申告を行って、でも今年は多分その今の派遣会社でやってくれたから、まあ今年は行かなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、なんかわかんないけど来てるんですよね。一昨年のやつ、まあ去年に当たるやつは自分で確定申告行って、なんか一応払うことになって払ったんですが、まあ、今回は、まあその、なんていうのかな、会社で、源泉徴収とかなんかそういうのやって、なんかいろいろやってもらって、年末調整とかそういうの、やってもらったんで、まあいいはずなのになぜかわからないけど、こっちの、なんかね、来てるっていう、
なんかよくわからないっていうやつです。まあこれこれ、まあね、よくわかんないんですけどね、払ってるから令和元年分確定申告のお知らせってことは、元年分ってことは去年の分を要するに今年払うわけですから、あれなんで去年の分は調整出してるはずだから払わなくていいはずなんだけど、なんでこうやって通知が来るかがわからないということですか。これもう一回行けってこと、二重払いしろということですか。これよくわからんぞ。重要って書いてある。え、どういうことだ。一昨年の分は去年確定申告しに行ったから払ってあるはずで、去年の分、まあ、元年分の書類は去年、まあ、その年の12月頃に会社で調整とかしてるからいいはずでしょ。だからもうこれはいちいち確定申告をしに行かなくていいってことだよね。いいんだけども、なぜかこのなんか確定申告のその紙が来ているっていう状態です。うん、めんどくさいな。これどうすればいいんだ。ちょっとこれはまた問い合わせるしかないなっていうのが現状です。まあ、今回白紙の方だったんで、まあ、まだ時間にその余裕があるとは思うんで、まあ、落ち着いて対処していこうかなという感じですかね。で、まあ、続けて動画をアップしていくと思います。ということで、まあ、今回この辺で、まあ、特に何もない動画でしたけど、再びよくわかんないお便りが届いたということで、はい、ということでご視聴ありがとうございました。